おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、桜を描いていこうと思います。以前にもですね、桜、アップで、お見せしましたけど、今日はですね、どちらかちょっと引きで、で、わーっとこう咲いているというところを描いていこうと思います。もう桜の動画ね、めっちゃ上げてるんですけど、皆さんね、なんとか描けるようにおっちゃんになってほしいんです。頑張れ、皆さん、なってくれ。ということで、進めていきたいと思います。今日はある種の粗めを使って、この粗めも活かせたらな、なんていうふうに思いながら、やっていこうかなと思ってます。ね、もう皆さん描けてほしい。描けるでしょ？ね、もう本当にもう意地でも描いて、もう描けるようになってください。もうこちらも意地になってますからね、本当ね、皆さんね、もうなんとかね、世界一簡単な動画を作りたいと思うんですが、なかなか世界一これを見たら描けるぞという動画を頑張って作ろうと思っております。まあこちらの写真を元に描いていきます。こちらの写真をですね。これはまあなんかこう果樹園じゃなくてこう木々をこう売る、なんていうんですっけ、造園業かの方がされているこう桜がうわーっともうめちゃくちゃ今観光地化しているんですけどね、ここね、こちらを描いていこうと思います。鉛筆は下書きは 2B ぐらいでいこうかなと、下書きは 2B ぐらいでいこうかなと思います。透明水彩と、まあちょっと併用して、いくつか、また、やってみた方が面白いかなと思いますので、もう結局は僕はなんか面白くなるかどうかが結構大事で、私のポイントはですね。しだれ桜なんですか？すいません。桜詳しい方、ぜひコメント欄に。いろんな桜があるでしょ、これ多分ね。で、難しいのは実はですね、まあ桜もそうなんですけど、後ろの背景のここのところの、空の色をどういう風にこう描くかっていうことが結構難しいんちゃうかなと、書き出しの前に思っています。なったかね。日本人やったらね、桜描けるようになっといたらね。で、木ももうね、ずるーっとこう描いてしまわないで、見えてる枝をちょんちょんちょんと描いてください。ちょんちょんちょん、もうこれで、十分こう、繋がって見えますよね。こう繋がってね。で、後ろの方にここにも、ど真ん中あたりもあるんですけど、全部描くんやなくて、鉛筆の線、あ、2B ですよ。見えてますか。枝がこう、だいたいこう伸びてるなと。もうこのぐらいで十分やと僕は思います。で、マスキング液使ってみましょうか。使えるかな。ちょっと水かなんかで薄めた方がええんですよね、これね。まずちょっとマスキング液を使ってみましょうか。ね、あんまりこう僕もうまいこと、このスティック状のやつはね、よう使うんですけど、うわ、めっちゃドロドロだ。固まってきてんのかな。ほぼ使わないから。で、水で薄めた方が、ええということなんですかね。なんかこう、中性洗剤をつけた方がいいですよとか、いろいろなんか、ありますけど、僕もちょっとよくわかってないですけど、まあ水で薄めて、うん。これ豚毛の筆です。これ100円ショップやったと思います、これね。ホームセンターとかにもありそうですよね。ちょっと桜のこう、ね、多いところを狙ってね。わかります？適当にやってないですよ。よいしょ。で、これが一番の白になります。これが一番の白ね。あ、くそい。くそい。あ。あ。あ。もうこういうのは乾かないですもんね。こう、クリーナーみたいなのもありますけどね、こうもね。僕はちょっとめんどくさがりなので。全然乾かなそうなんだよね、こういうのね。ちょっと少ないかな、ね、この辺やっときたいね。こんな水で薄めても、あれかな、できんかな。わからないですけどね。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おそらく必ずインターネット等にありますのでね、マスキング液上手に使うコツみたいなのね、多分誰かが YouTube でも上げてくれてるでしょう。そういう人を見てください。僕
は人に投げます。ということで一回乾かしますね。まあせっかちチャンピオンなんで、ちょっとね軽くね、この辺がせっかちチャンピオンたるゆえん。次はジェスト、おこちらをちょっと使ってみましょうかね。これも若干水で薄めて、先ほどのね、どんなにして取れんやろうね。同じように、こちらはマスキング効果は弱いです。けど、まあ、マスキング効果がある程度ありますので、うっそ、考えられんね。うっそね、もうほんとね。あの人はね、マスキング効果パート2ということで。ポトッと落ちたところだけはちょっとね、ちょっと拭き取って、ちょっと拭き取って。ちょっと拭き取って、ちょっと拭き取って。ちょっと。で、またドライヤーで、乾かします。乾きました。あほぼね完全にではなさそうですけども、せっかちチャンピオンはまたグイグイいきます。次は、この、ピンクですね。このピンクはちょっとオペラね、オペラ、あとは、白ですね。オペラと白。オペラと白。あとは青。このあたりをちょっと作っておいて。でまずね、こう青空ね。この辺をなんとか隙間に見えてる青空を喧嘩しておりますね。ほっときましょうね。青空、隙間に見えている青空来ました。でさあピンクを置いていきますね。できそうでしょ。できてください。お兄ちゃん嫌いが出ました。めちゃくちゃ喧嘩しますよね。僕もめちゃくちゃ仲悪かったから、お兄ちゃんとですね、兄と。で白もちょっと入れてですね、できそうでしょ。どうですか、できそうですか。まあ青空を感じさせつつも、ちょっと白も塗り残しつつ、まあ基本はもう白はもうなしで、まあ青空がちょろっと見えたら青空を少し差し込む程度で、基本的には、このピンク系を、まあちょっとこう、スパッタリングみたいにしてみたりとか、よいしょ。今んとこできそうでしょ。白をちょっと入れてみたりとか、できそう。大丈夫。できてる。これ、しだれですかね。何桜ですか。よいしょ。もうほとんどこう塗りのこうしがないような感じで、まあ髪の白さみたいなのを一回こう閉じ込めてしまうというかですね。でちょっと濃いところとかは、この辺も少し濃いかなと思ってるよりも、明るくなりますから、結構ね積極的に行ってみて、後で後悔して一緒に後悔しましょう、僕とね。やりすぎたと。透明水彩で僕やりすぎたってことほぼないような気が自分の中でしてるので、大丈夫だと思います。
で、ちょっと下の方の緑ですね。こう一回、掃除した方がいいかなと。もう全く反対色に近いので。よいしょ。で、この辺はね、こうちょっとやっぱり慎重にこう隙間隙間に少し緑を置いてって、もちろんこう、にじみますけどね。ね。で、ちょっとの濃い緑みたいなのはちょっと濃くしておいたりして、で、これが乾かないうちにね、やれる仕事をやっていきましょう。皆さん頑張ってね。で、ある程度こう、すべて、濡れてきましたよね、全面にね。で、この中で例えば茶色があるなとかって思ったら、まだこう、木とかはそんなに意識せんでもいいですけど、少しこう、土のとこの茶色とかですね。ちょっと意識しつつ、うん、もっと濃厚な緑マシマシ系で、緑とか、この辺のね、ここに垂れてる桜だけはちょっとこう気をつけながらですね、せめぎ合っていく、こうピンクと緑がせめぎ合いながら、もっともっといけるいける、ガンガンいける、この隙間ね、もうちょっとこう濃い緑、もう少しねヒュッと飛ばしてもね、ピュッ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 と、ちょっと白とかもね入れて、髪のこう塗ってないとこがピュッとこう見えてきますね。もう髪はなるべくこうマスキング液とジェッソが後でこう浮きかび上がってくるぐらいに見えてきたら理想かなと。うん、綺麗。寄ってくださいね、自分の絵にね。綺麗な、かっこいいなと思って、うん、少し色が色というか水がちょっと落ち着いてくるんですね。で、このタイミングってすごい大事で、そういうこうタイミングを見ながら、少しこう落ち着いてきたなと思ったら、少しだけ、ああまだまだよねまだまだよね、この辺はとかね、ほんの少しずつでもね、こうね、描いていけたらいいんですが、まだまだですね。よくタイミング間違ってますもんね。でもそれはそれで面白い。滲んだら滲んだで、それは面白いと。面白がって。もうね、これしちゃダメ、あれしちゃダメとかばっかりじゃないですか。もういいのいいの。もう失敗したらね、そんなね、別にね。どうですか皆さん。人生失敗せずに来ましたから。おじさんほとんど失敗ですよ。ね。いいんです。すごく抽象的な下地になっているかなというふうに思いますけども。よいしょ。もうね、ピンクのバーンと乗せた瞬間は、うわっと思いますけど、これ時間経つと少しね、周りと馴染んで聞いてですね。で、このピンクも少し例えば青とかを入れ、青とかでやったりすると、そのピンクと混ざり合って紫に見えてきたりとかね、ちょっとこう桜の影に見えてきたりとかしますので、この辺なんかちょっと濃いですもんね。わあ、わけわからん抽象がこの辺もね、だいぶこう緑が攻めてきたんでね、頑張れ白、頑張れ頑張れ頑張れ白、頑張れ、いけ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 、白頑張れ、いけ、ほとんど書いてませんよね。ただひたすら、なんか飛ばしてるというだけ。いけいけ、次はピンク、いけいけ、白。はあ、という感じで、乾かしましょう。このぐらいでですね。
ある程度乾いてきました。2層目を描いていこうと思います。で、今度はですね、まあ、ある程度、桜の、ところだけに、集中的に、今ちょっと白、不透明、引けますか？不透明のちょっと絵の具を置いていきながらですね、皆さん誰でも描ける。絶対描ける。とは言っても、これやっぱりこう、どうしてもですね、この白も透けますので、これはチャイニーズホワイト。透明水彩のチャイニーズホワイトですね。これ、できるでしょう。なんとかね。皆さん全員ね、描けるようになってほしいんです。おじさん。ね。いけるでしょう。今のところいけるでしょう。これね。これぐらいいけるでしょう。で、木の周りのところとかも少しこうやってね。チャイニーズホワイト。僕は基本的にはもう本当に白とか別にいいんちゃうんっていう派です。それもね、先生によってはもう絶対使うなっていう先生もおられるかも怖いですね。はい、怒られるかもしれませんが、もういいです。もうしたことじゃないです。私はもうね、楽しく皆さん絵描いた方がいいですよと。よう言われ、もう僕なんかもうね、いろいろこうしてきて、もうようね、こういうこと言われたから、これダメなんですかとか、これダメなんですか、いいんです。もう自分が良ければいいじゃないですか。そういうのがだいぶ減ってきたなと、もうね、4年間もやってきて、もう自分がね、良ければ、だって白で売ってますもんね。白い絵の具として売ってるわけですから。透明水彩絵の具の白。いけそうですか？こうやってちゃん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 桜の。で、枝のところの、周りのところ、枝は塗り残してね。でそれもこう、単一な感じじゃなくて、ちょっとこう、水を多めにするとかっていう感じでもいいですしね。少しこう、この辺を、で、ここに、少しこう、ペッペッペッ。また、スパッタリング。ね、ピンク。ね、もうこう、白とかでやった後に、スパッタリング。少し青も入れながら少しですね。それからピンク7、青3ぐらいの感じかな。よいしょ。こんな感じでやって、もちろん乾かしてもいいんですけど、乾かないうちにちょっと幹変えていきましょうか。勇気いりますよ、これね。茶色ですね。もうこういうとこね、滲んできたりとかしますし、そういうのをちょっと楽しみましょう。ね。これ外側からかちょっと助けてこんとあかんの外でですね、なんかあの庭の作業を子供たちに手伝わしてるんでしょうけど、完全に号泣してますね。あ、噛んだんですね。吸血鬼ですからねちょっとぐらいね、こんなわーわー騒いで、後ろうるさいですけどね、もうほっときましょうね、皆さんね。我が家の兄弟喧嘩も少し落ち着きましたので、帰ってまいりました。噛むというね、荒技に出るんですね、弟がね。で、こういうこう、向こうに見えるこう、あの枝とか、幹とかも、ね、ちょん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 とかね、はっきり見えるとこはいいんですよ、そう言ってしもて。でも見えるとこは見えていいんですけど、あとこれがちょん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 と、わかりますかね、花によって少し隠れてたりとかすると思いますので、そういうところね、もちろん後でマスキング液が剥がした時に、手前に来るものも出てきますが、弟の反則攻撃でですね、お兄ちゃんが号泣、もうお腹が内出血っていうかしてましたね。歯がたついてましたね。しっかり見えるところ、濃いところは濃くね。こういうところにちょっと白とか入れてね、こう、桜のこうですね。感じみたいなの少し出してあげたりとかして。ちょんとこう白とか入れるだけでもの雰囲気出ませんか？ちょん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 とね。ちょん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 と。
乾いてないうちにやってもあげてもいいですしね。で、この地面があって、向こうにちょっと小高い丘とかあるんですね。で、そういう小高い丘とかを少しこう書いてあげたりとかすると、ね、この地面というのがこういう状況になっているんだなっていうのが少しわかるんですね。こういう小高い丘、そして奥に見えるところ。で、こういうところをね、外側からちょっとこう、クッククッとこう決めてあげたりとかすると、ちょっと見せ場的にこう、周りの色によって、濃さによって、ちょっと強くなるんですね。で、そういう場所が何箇所かこう、出てきたりとかすると、桜の明るさみたいなのが強調されて見えてきます。こういうとこもね、だね。皆さんギューッと描いてしまうんじゃなくて、こう、向こうちょんちょん、あるあるある、花が。ギュッと見えるとこもあるけど、こう、ちょんちょんちょん。少し構成的にですね、ちょっと強い目の。開けて。よいしょ。少しかすらせて描くような感じで、土の質感みたいなのを少し出してあげたり。ここビューッと長く見えるところもあったり。このくらいでちょっと一回乾かしてマスキングを剥がすような作業をしようか。もうちょっとやろうか。もうちょっとやりましょうかね。また先ほどと同じようにこう白をちょっと使って、なぜここで急展開したか自分でもよくわかりませんが、濃厚マシマシ系にちょっとしておこうかなと。日頃はどちらかというと写実的なですね、油絵を描いていて、もう肩凝るんです。そんなことじゃないけど、ですね、やっぱね、こう、なんか息抜きしたなるじゃないですか。毎日ね、ステーキばっか食ってても、やっぱたまに吉野家食いたくなるじゃないですか。違うか。ね、毎日こう、ね、高級なフレンチばっか食ってたらですね、たまにはですね、なんかね、違うもの、マクドナルド行きたなるじゃないです。違うか。例え話がね、全然わからない。例え話が下手くそなおじさんです。ちょっと濃厚な、白とピンク。ね、少しこう、地面にも、少しこう散った、桜なんかも描いてあげたり。あれですね、これ、タンポポ咲いてますね。ちょっとタンポポも描いてもらえるかもしれないですね。タンポポも、少し何か所かね、ピッ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 。日本中の人が桜はね、誰でも描ける。楽勝やねっていうような、なれば、乾かします。この辺でこう、マスキングを取りたいとこなんですけど、思い切ってググッと我慢して、描き込みますね。今までは、大きい筆ですね。でっかいこう筆、こちらと、このラフィーニさんの9-4っていうこう、水含みのやつを使ってましたが、ちょっとこの OW、ラフィーニさんの10番を使用していこうかなと。隙間でこう密度感があるようなところとかをちょっとこう描いてみたりとか、少し向こうに見える緑とかがあるんやったら少しこう描いてみたりとか、こういうのができないのよねって言ってますよね、当然ね。皆さんの声がね聞こえるんです。おじさんはね能力者でございますからね。ここがもうできないのよね。能力者ですからね。で、たたたたた。まあ、ピンクをちゃんと残しつつね、やっていくんですよ。こんなことできないわよね。誰でも描けるとかまた詐欺よねって言ってますか。はい、おじさんの耳には一切入ってこないです。すみません。まあ、スパッタリングやら何やらが、マスキングまだ外してないんで、それがどう出てくるかわかりませんけど、ちょっと楽しみにしながらですね、向こうに見える、こう、
絵描くのが僕は仕事ですので、全然大変じゃないんですよ。よくね、大変じゃないですかとか、いろいろ言われますけど、大変なんて思ってたらね、こんなんね、全然なんともないです。まあ、動画編集ね、めんどくさいところはあるんですけど、お手伝いしてくださる方もいますし、もうね、自分自身もこう、暇つぶしにもなりますので、全然いいんですよ。やっぱ暗い色があることによってこうね、明るさってよりこう見えてくるわけですよね。で、全部をこう枝をね、描くんじゃなくてピュッと引くんじゃなくてこう、あ、この前に花がある、この前に、葉っぱがある、葉っぱはないか、そういうことを少し考えながら、向こうに小高い丘の上にも、あ、ちょっとなんか桜の、あ、こういう木があるなと、なんかそういうのをこう自分の中でですね、ストーリーを作っていってあげると面白いですよ。まあ、これ録画してるのが、今撮影してるのが2月の10日11日ぐらいでこの後ね、石垣島はもう桜咲いてるのかな、どんなやろ。こういう、こう、桜の、こう、ほんの少しだけでもね、隙間にちょんちょんちょんと緑とか入ってきたりすると、ピンクがよりこう強調されたりする。ジェッソのなんか弾いてる感じもあるしね、マスキング液の弾いてる感じもあるんですけど、ちょん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 と。隙間の緑を置いていったら、どうですか？描けそうですか？楽勝でしょ皆さんね。そうツッコミを受けている感じがわかります。できるかちょっと。こんな喋りながら書き上がってと。で、ある程度、しっかり、乾かしました。しっかりね。ようやくマスキング、液、スパッタリングバージョンを取っていきますが、効果はいかほどに、あまり効果はないのか。あまりなかったね。ちょっとだけ、チラチラチラと。あ、ここは結構効果出てますね。結構効果、あ、結構効果いいですね。イメージ通り。うん。ね、少しパッタリングの効果も出てきて。さあ、最後、いよいよちょっと書き込みをしていこうと思います。これでも十分僕多分マスキング外したら綺麗やと思いますけどね。このぐらいやったらお前納得できへんわとかっていう声が今聞こえてきたんで、能力者でございますから私はですね、皆様からのね、声がすぐ聞こえてきます。目をきれいにして、白もうね、もう透明のですね。できそうでしょ？今日のは。めっちゃ簡単でしょ？え？できるかというツッコミが今ちょっと聞こえましたけど。え？簡単じゃないですか？完全になんか覆い尽くすってことはなかなかこう難しいと思うので、まあ生の白でもね、少し下からこうピンクが透けてくるような感じになったりとかすると思いますのでですね。
じいさんの絵といえばね、ねちねち系かなと。結局そこへ落ち着くんかえと。皆さん突っ込んでいるでしょうね。桜を描いて、また次の枝ですね。もうちょっと細い筆用意しましょうかね。すみません。今日は鼻水がですね、いろいろ出てまして。もしかして花粉症なのか。ビュー。ああ。いやー、本当になんかね、桜の季節にぜひぜひ皆さんね、最後枝をの明るいところも描いていきながら、ぜひぜひこう描かれてみてください。いやー、難しいわーって考えずにね、ちょっと思い切ってですね、いろんなことを初めにこうやってみて、土台みたいなの作ってみたら少しこう複雑なですね。で、あとはもうこの枝をどう描くかですね、単調にならないようにこうね、隙間、花の隙間から見えてきますよとか、そういうのをちょっと意識して描かれてみてはどうでしょうか。という感じで、ありがとうございました。まあもちろんね、時間ある限り描かれていったら、こんな感じで描かれていったら、どんどん複雑になっていきますので、私は1時間ちょっと描いたという感じでございますけども、ぜひぜひたくさんですね、季節がいい時に取材、だけはしておいて、ね、暑い時期に外に出たないっていう時に、あの時撮った写真があるなとかですね、いい季節になったらぜひぜひこう、お花見がてら、そこで、現場で描かれることもおすすめでございます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。